今回はね、左レバーのね、スイッチ、あのオンのボタンのなかったやつ、あれをね、変えていきたいと思います。ね、ちょっとね、作業今終わったんですけど、結構大変でしたどうぞ。ここオンのボタンのスイッチを変えていきたいと思います。違う。線の短い方が YSR50 のスイッチレバー、左レバーのスイッチ、長い方がこれはね DT50 のやつなんですけど、型番が一緒だったんでね、買いましたけどね、先の端が違いますよね。しましょう。はい、カットします。はい、それここの部分を使って配線のフィルクを向きます。はい、向けました。向けました。それで、はい、端子を用意して、はいはい、まずここに軽くセットします。はいはい、入るところにセットしてください。入るところにセットして、ゆっくり押し入れて握る。はい、右手に片方をつきました。はい、あとは入る方の端子で握る。はい、これで出来上がりです。はい、マッキーさん教えてくれてありがとう。高松先輩頑張ってください。本がね、ちょっとね、なんか音はしてるんですよね。なんか電気が来てるような感じ。
素人でも、ね、交換できたんです。あの、買うことができました。ただね、ホームのとこ、なんか電気が来てるみたいなことしてるんですけど、何なんでしたね。結構スイッチレバーついたんですけど。ね。で、アンダーカールはね、もう今回ね、また次時間ができたときに、いよいよオイルポンプの方、ね、はぐってみたいと思うんで、ちょっと外したままにしておきます。では皆さんありがとうございました。